セックスマンだ。今日はね、CS 来たからちょっと早速引いていくわ。まあこれ関東カラーにローマがなんか採用されたけど、おそらくこのガチャ熱いですよね。だから予想当たってると思います。まあ中身確認してないんですけど。まあでもローマのガチャが来たっていうことは、ポイントはザニオールがいるかどうかってことなんですよ。まあザニオールがいるかどうかでも日の丸弁とかただの白米が決まるみたいなとこあるんで。でもね、おそらくザニオールはいません。なぜかっていうと、ツイッターでリークが流れてないから、もう大体リーク流れるからザニオール来た時は。つまり抱き合わせローマなわけ。今までローマの CS が来た時って結構ね、一緒にいいガチャが来た時は、もうレアルもしっかり、今そのマンシーマンユーとかその辺ね、結構激アツな CS が来た時はセットで。だからおそらくローマと強豪国3つ。だからその、要はクリトリスだけよ、ローマは。幸せの入り口を明るく灯すライトなんですよ、ローマは。個人的にはやっぱレアルあたりちょっと引きたいなぁ。とりあえずちょっと確認していきましょう。まずは、ローマね。ラツィオいいじゃん、ラツィオね。終わり？これもしかして午前午後とかある？いや、午前午後疑うレベルないけど、嘘！ローマとラッツオできた？大丈夫？いや、これ予作とジョリーやぞ、こっちからするとマジで。いや、待て。これ明らかにパンチが足りないから、ローマいるんじゃねえ？ザニオールワンチャン。可能性あるぞ！なかった、ごめん。これ違うもんね。うん、ブライアン・クリスタンってのは全然わかんないわ。だからローマには何もなかったんですけど、これイバネスか？これイバネス。え？マンブラ、あ、ごめん、間違えた。グンブラ。まあ、ザニオーロもね、レアルもね、ってことで、もう完全によし行くぞ状態になってしまった私なんですけども、完全下向きになっちゃってるんですけど、ムヒタリアンの頭と一緒でも。まずはローマかな。いや、ローマ。いや、オーバーって感じだわ。あ、てか待って、ゴールキーパー誰これ？パウ・ロペス。知らない男だ。いや、もうゴールキーパーコレクター、令和チャンネルからすると、これ新しいゴールキーパー、ちょっと歓迎したいってことあるけど、おっせえな。何この捨ての月曜日。とりあえず、これでなんとかみたいな。ウィニングイレブンの動画出せないから、スマッシュブラザーズのなんか溜め撮りした動画で間に合わせた令和チャンネルとやってること一緒だからね、お前。ジョルダン・ウェレトゥーな。いやー、ワンパツキ。いや、ウェレトゥーもねえだろ。ウェレトゥーって、あれってか、ウェレトゥーって前こんかったっけ？お前ずっと来るね、ジョルダン・ウェレトゥー。ローマの人間ってね、もうとにかくスキルが困窮したいって、もうなんか少なすぎ。ローマだけやたら査定が厳しいけど、これなんてな。もうほんとスキルつけちゃえばいいのね。ブライアン・クリスタンって、まあ、下ネタが多分得意なんでしょうけど、スキルダブル。ほらな、少ないやろ。なんでか知らんけど、こういったポケモンだよって。4つぐらいしか持ってん。これ前回のも強いんかな？ワンチャンボルハマジュラルが一番強い説ある。ゴンサロ・ビシャール。あ、こいつがもしかしたらやばいんじゃない？金玉で22歳ってことはそこそこ伸びしろあるやん。でもそこそこ能力値もあるやん。まあ、後半低いけど、ダブルタッチ、ワンパス、スルパス、マリーシア、プレイメーカー、ゴミ。ローマの当たりが一体誰か全くわかんないんで、ちょっとおもちゃ TV 見ようと思います。あ、ブライアン・クリスタンって褒められてる。クンブラ強そうじゃん。はい、ということで、軽くおもちゃ TV に確認したいけど、まあ、ここがワンチャンぐらい。まあ、とりあえず時間かけても仕方ないんで、サクサク引いていきましょう。なんでこんなザニオロ渋っと出せよ、早く出せよ。で、俺たちがヤンキーでね、もうエアマックスだもん。俺らにとって、ザニオロが。俺たちが借りたのはザニオロなんだよ。それ以外のものを、取る気ないから、ボロアマジュアルゲット。いや、でも前回のやつとかオフェンスやつだけかいらねえよ。誰が出るかな？誰が出るかな？せめてクブラ！あ、4番やつでも、結構いい数字してない？主にディフェンダーを担当してる人間が背負いそうな番号やけど、しかも見たことないから、これクンブラじゃない？あ、違う。ブライアン。これチンブラじゃねえかよ、これ。来い！来い！せめて来い！俺ローマコンプリートしたいから、おう、17番！いや、これベルテじゃない？違うかな？え？誰これ？クンブラか？ベルトゥーだ。これを機に乗り換えたらいかがですか？ジョルダンだけに言ってか？帰れ。しかーし！なんと私だけのおもちゃ TV 見てるの確認しちゃいました！こっちが熱い！ありましたね、皆さん！北極があれば南極があるようには、どっちも寒いわ、ごめん。北海道があれば沖縄があるように暑いところはあるんです。そうなんですね。チンポが温まってる時は脳みそが冷えるみたいな、そんな感じで、まあ、その、先ほどは脳みそ、こっからがチンポになります。そう思ったら意外とね、ラッチオって結構浸るじゃないの。まあ、片っ端から見ていこう。まずは陰謀だ。と思ってる投票との比較を見たい。あー、まあ、瞬発に下がりしとるけど。お、早いよ。決定力、フィジコス悪い。お、いいよ。悪くない。イモビルに関しては全然生え替えたいから、まあ、これはありかな。フェイス・アルベルトも一番最初の CS とか持っとって、それ以外持ってないんで。だから、ま、これもちょっと変えたいね。お、すげえ。セルゲイ・ミリコビッチ・サビッチめっちゃ上がっとる。かけさんこれどう思う？そうやな。フランチェスコ・アチェルビはあんまり変わらんから完全外れ枠でしょ。ルーカス・レイバーって誰よ、そもそも。あ、でも結構なんかディフェンス能力高めじゃない？ビジコンがないっぽいけど、ルーカス・レイバー。まあ、新メンバーとしては悪くないかもしれん。僕身長ねえや。女ってこんな感じだから。うわ、この人お金を持ってすごいイケメンでも身長ねえじゃん、みたいな。アダム・マルシッチ。うわ、
こいつサイドバックやんけ、お前。心だけ持ってきてる。令和チャンネルじゃないか、こいつ。ウィニングリブは上手くない。大して面白いこと言えない。でも心あります。お前、俺やないか。で、そして日光ということで。まあ、今紹介したメンバーだったらあんまり熱くない方になってしまうのかもしれない。しかし問題ない。ホアキン、ティービン、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 とビューということで。いや、コレアが来たぜ、おい。コレアが来るなら、いいよ。もうなんか、その、別になんか大したラインナップなくても。で、こいつに関しては使って強いのは2020でそこそこ確認できてるから、マジで欲しい。しかもこいつ、そう、2列目友達になっといて。な、前は確かさ、チャンベかなんかやったんやっけ。なんか大したプレイスタイルじゃなくて、なんかその、性能いいのに動き悪いみたいな。自分でガンガン行けばいいのになんで控えめになっちゃうんだろうみたいなね。そう、なんかその、四つ葉ちゃん的な感じだったんですよ、彼。しかし、もう覚醒済み2列目からガンガン飛びつけると。いや、今回のガチャに関しては本当にフォア金を取れたか、フォア金を取れてないかでもう大きく分かれます、本当に。高3秋の時点で免許持ってるか免許持ってないかぐらい分かれます、これは。ということで、まずは現状確認しよう。今、俺は、ローマで CS を3回引いている。だがしかし、実質手ぶらだ。そして今、俺は、最高のお土産を目の前にしている。やるしかねえだろ。フォア金の左太ももを見てくれ。11番、これが俺の今日の、ラッキーラバーだ来い、これやこれやこれやあーだーいやいやひどねーおーいマジで赤座になっちゃう。煉獄から逃げられなかった世界線の赤座あるのやめてもらっていいですか。胸板熱いこいつお前ビリーズブートキャンプ足みたいになってるこいつ。まあということで、日の光を浴びるような羽目になってしまったんですけど、皆さん考えてください。スターがいる時って何がありますか。そう、スポットライトが当たってると。つまり今のペペレーナは言ってしまえばミラーボール、そこに登場するわけだ。満を持して俺のヒーローだ。そうだろ、これは頼む。ジェイジェイはお前ふざけんマジでやめて、なんでそんな顔ができるのマジでバカかお前。え、もうじゃあペペペペレーナじゃん。ダダダダ天使みたいになっちゃってるんだけど。久々のラッチオガさん、ハゲガチャンされてるんですけど、お前ら何やってんの、アホだん。え、何、え、スタンド使いな、ハゲって惹かれ合う。ハゲが明るくしたステージにスターが来るんだろ。いやいやいや、ハゲが来ちゃってるじゃないどうすんのこれ、どうすんの。今 AV で言ったら AV 男優しかいない状態をどうすんのこれ。ちくしょう、これ以上日の光浴びちまうと俺の体も消し済みになっちまう。そのリスクを背負った上でこのガチャ行くのが恐ろしい。もうやめちゃおうかな。安心しろ、令和チャンネル、俺が行く。その声はまだか。じゃあベベレーナ来いよ。あーでもインボビリありがとう。おーいおーいジョルダンベレーヌ、おーい